皆さんこんにちは。今日は8月1日の運動塾通信をお送りしています。この記事は、昨日に引き続いているんですよね。7月1日 の、 あのエコノミストのこと2ですね。香港の為政者はまさに本土の金融の悪い習慣に抵抗している。新たな行動規範は株や債券の販売におけるベストプラクティスを守ってくれるだろうということで、昨日の続きですね。これだからそうなってないかな。バッドハビッツオブメインランドファイナンス、これもあれですね。それで早速中に入りますけど、まあご存知だかと思いますが、デューディリジェンスっていう単語は、投資を行うにあたって投資対象となる企業や投資先の価値やリスクなどを調査することを言いますね。それからついでですけど、上の単語サブスタンダードという単語があって、標準以下で受け入れがたい、基準以下で受け入れがたい、質の悪い、サブスタンダードって時々出てきますね、この単語。あとは、まあ、日本にないかもしれない、カンパニーレジストリーっていう、カンパニーレジストリーっていう単語なんですけど、これ、企業の登記所みたいな感じですね。あと、中国の会社名がいろいろ出てましたけど、早速中に入りますね。大陸の中国企業を香港から規制することは容易ではない。まあ、そうですね。証券先物委員会は独立の市場規制当局として評判を維持するために懸命に努力してきた。けれども時々圧力を受けてきた。まあ、中国からね。2014年に大陸から来た勢力のある不動産開発業者に関してのマイナスの調査報告書を発行しようとした空売り筋に対して委員会は対応策を講じた。これどういうかというと、マイナスの調査報告書ということは、悪く言うことによって彼らの評価を落として、空売り人として、実際実態としては本当の実態はもっといい実態なので、値上がるからそれを今度は空売りした後でまた高くなって買い戻すみたいなことをしようとしたわけですね。委員会はまた予信評価機関であるムーディーズに対して、大陸の数多くの企業集団に対しての上場に関連した報告書に対して罰金をかけた。評論家が言うには、こうした事例は不当に大陸の企業を過大評価したり、大陸企業を批判した調査による萎縮効果を狙っている。萎縮効果ってどっかにあったかな。ちょっと待ってください。ありますね。チルドエフェクトって英語で言いまして、刑罰や規制を定める法令の文書が不明確であったり過度に広範であるため、その法令に抵触することを恐れて本来自由に行い得る表現や行為が差し替えられることをチリングエフェクト、萎縮効果。中国なんかに絶対ありますよね。ということで萎縮効果ですね。この委員会はその名誉のために言っておくと、最悪の違反者を取り締まろうとしてきた。この委員会は最近目論見書に嘘をついてきた大陸の企業を起訴しようとしている。まあ、大陸の場合目論見書がいい加減ですよね。委員会はまたこうした企業を支援している銀行を調べてきた。まあ、銀行のグルだから。2018年にあるグローバル投資銀行から保証人の免許を取り上げ、15の証券引き受け企業、そのほとんどが西側の銀行だが、彼らへの調査を開始したが、彼らは IPO における標準以下のサブスタンダード、標準以下のデューディリジェンスを行っていた。で、香港における信頼が多くの独立した当局に気づかれている。例えば通貨当局は香港ドルの一貫性を維持している。ここは中国の経済成長が鈍化したときに、
大陸企業への現地銀行の投資率を注意深く監視してきた。企業登記上、さっきのレジストリーですね。企業登記上は現地での登録された企業の数多くの関税要件を擁護してきた。しかしながら最近、ここは企業の受益株主への情報公開を制限してきていて、香港における企業の透明性に対して後ろ向きの動きがある。中国に影響されてるんでしょうね。提案した基準は政治的な動きがあるときにあって、政治的な動きがあるときにあって、当局が標準を指示し改善することができるかどうかのテストだ。これですよね。基準は政治的動きがあるときにあってとおかしいね、のために、に対して当局が標準を指示し改善することができるかどうかのテストだ。多くの国際的な貸し手、投資銀行、ファンドマネージャーはこのやり方を支持している。大陸の機関すべてが抵抗しているとは限らない。この国の最大の投資銀行である中国国際信託投資コンスや中国国際金融グーフン有限コンスは海外でのビジネスを多くしてきているので、グローバルなベストプラクティスを適用しようとしてきている。中国証券監督管理委員会はまた彼ら自身のシステムを整理しようとしてきているということは、国内だけじゃなくてもっとグローバルに対応しようとしてきているという、そういう意味ですね。委員会がベストプラクティスをこの基準に適用できれば、金融ハブとしての香港のステータスは存続のいい機会となるだろう。ところが一般の香港人たちは彼らの生活のやり方を維持していく希望はなくなってきている。で、一方ではその普通の生活とかねについては中国の本土からの圧力があって規制されている。まあ、デモなんかは顕著な例ですよね。でも証券についてはベストプラクティスということをやっぱり中国の証券組織、政府の組織とかそういう民間企業もそれに賛成しようという動きがあるよというふうなことを言ってます。